おはようございます。高田ビタカジでございます。宇宙ロケットの中からお届けしてます。これ日にちとか時間狂ってますけどね。まあいいですね。この個室ね。ちょっと夜中2時から上の人が、インド人の方が歌を歌ってました。いろいろ明るくて面白いですね、これね。じゃあ行きますね。移動しますね、クアランプルが。どこだ？一本に行きたいと思います。キーです。寝不足です。ずっと寝不足。朝マックです。マックに。いただきます。あ、白ボトル。アキポーキュー。これ約300円ですね。まだ寝てます。ケールセントラル駅にいます、これからですね、イポに向かっていきます。電車は8時半ぐらい、まだ時間あります。とりあえず美食と美女の街イポに行くことになりました。というわけでこの後ね、電車に乗っていきたいと思います。アイスコーヒーがうまい。マフィンもなんか柔らかくてうまいです。苦くな。はい、ということで行ってきます。重ねても挑戦は続く。制約など振り払い、冒険の旅に出よう。道の地平線へと歩み、小駅到着しました。お疲れ様です。8時47分出発の11時28分到着。これから、ちょっとおしゃれな、ね、この駅なんですけどね。電車の中寒かったんでね、ジャケットとかいっぱい着てますけど暑いですね。ちょっと荷物整理しようかな。ダメだなって。ここで荷物整理して行きたいと思います。
はい、というわけでね、今回のホテルでございます。ブリックボックスということでね、ちょっとね、おしゃれな感じなんですけどね。はい、ちょっとね、レセプションのね、おばちゃんがですね、英語がほとんど通じなくてですね、支払いもですね、列車の中で撮ったんですね、名古屋でね。当日ホテルで支払うということだったんですけども、なんか電話でね、オーナーのおじさんと喋ってまして、よくわかんなくて、そのおじさんもあんまり英語できなくて、結局ですね、銀行というかカード引き落としになってましたね。お値段が約ね、4000円ぐらいしますね、ここでね。いやいやいや、ちょっとね、まあ駅には近いんですけどね。はい、部屋どんな感じかと言いますと、今回125か、はい、ちょっとね、窓もないしね、カビ臭いんですけどね、まあ許容範囲の感じということで、ね、でクイーンサイズダブルベッドかな、でブリックボックスっていうぐらいですからね、レンガの部屋なんですけど、渋い感じですよね。一応エアコンついて、テレビついて、これだけですもん、狭いです。はい、こんな感じで狭いんですけどね、ここに窓ないんですよね。こんな感じでね、でトイレ、シャワーと、お湯はね、熱いお湯出ました、上からね、いい感じで、まあトイレびしょびしょになっちゃうんですけど、洗面所何にもないです、冷蔵庫もなければ何にもないということで、はい、電話が一応あるぐらいでね、まあこんな感じのホテルで約4000円です。駅はもう駅から5分なんですけども、はい、ということでブリックホテルでございます。マレーシアイポーの町に到着しまして、イポーの駅から一番近いホテルに、とりあえずチェックインしました。はい、とりあえず荷物は部屋に置いてですね、今町の中心の方を歩いてますけど、いや町の中心で撮ればよかったかな、まあ、駅一番近いねホテルに撮ったんですけど、もう暑いっすね。今川渡ってましてですね、この川を越えるとですね、いろいろ中心でレストランとかありそうなんで、とりあえず今もう12時、1時近くなんですけど、お腹空いたんでご飯食べたいと思います。あー、川まあまあ水きれいですね。魚いますね。こんな感じの川です。イポーはね、水が美味しいってことでね、もやしが美味しかったり、また美人の町ということなんですけどね、美食と美人の町ですからね、美人も探しに行きたいんですけど、どうでしょうか。とりあえず橋渡ります。暑い、超暑い、ヘロヘロですよ。もうホテルはね、駅から5分ぐらいのところでしたね。でホテルから街の中心までは12、3分ということなんですけども、なんかナビの調子も悪いんでね、とりあえず橋渡れば中心街の方に行くんじゃないかなと思って、歩いてます。一方の中心やってきました。こちらですね。いやー暑い、夜になると栄えるのかな。とりあえずもうご飯食べよう。これ有名店あるらしいですよね、まあ、どこも一緒みたいですけど、ここも有名店ですよね。混んでますね。もうこの辺観光客連れしちゃってんじゃないかな。うまそうにみんな食べてるしね。やっぱりもやしとチャーハンと鶏肉ですかね。
農温さんに行ってみますか。こっちも全部有名店らしいですけどね。飲んでますね。もう定番のチキンと豆腐どうしようかな。席あんのかな。席ないじゃん。いっぱいっすね。こんな感じで報告です。すんげえ暑い。なんか涼しいのかな。追い込みですよ、どこもね。席がない。全然空いてない。あ、空いた。右つけた。ここ座ろうかな。これ、OK。はい、ということで席見つけました。はい、ということで、もやしとですね、豆腐とチャイニーズティー、アイスティー食べました。いただきます。もう腹ペコ。チキンはまた別の店でね、食べ歩きいろいろしたいと思うんで。シャキシャキしてもやしも熱いし大きいし、シャキシャキ。豆腐豆腐豆腐好き。スプーンで食べようと思ったら食べない。うん、熱い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 。ああ、ニンニク醤油だれですね。ちょっと甘辛。あー、うまい。やっぱチキンもこのソース使ってんじゃないかなと思うんですけどね。うまいっすよ。米食いたくないっすね。お腹いっぱいになっちゃうとね、デザートとか食えなくなっちゃうんだね。スプーン落ちちゃったし。とにかくすごい人です。街は全然人いなかったんですけどね。大変です。儲かってますね。1時半です。では引き続き美食の街をね、楽しんでいきたいと思います。デザートもね、いろいろあるみたいですね。はい、というわけであっという間に完食でございます。ごちそうさまでした。いや、うまかった。食べ終わったらすぐ出ないといけない雰囲気な感じなんですよね、混んでてね。あとはプリンとエッグタルトとかね、ホワイトコーヒーもあと楽しんでいきたいと思います。なんか売りに来てますね。何だか分かんないけど、なんか売りに来ます。ホワイトコーヒー屋さんです。ホワイトコーヒー。
いろんなものを混ぜなくてですね、作ってるコーヒーをホワイトコーヒーっていうらしいですね。白いからホワイトコーヒーではないらしいです。なんかインスタ映えスポットもあるみたいなんですけど、まあとりあえず行きましょう。もう暑いしね、ヘロヘロだし、あ、これがインスタ映えスポットじゃないですか。お姉さん可愛いです。はい、こんな感じでアイスコーヒーでも飲んでいきたいと思いますけどね。あー、麺もうまそうだな。はい、ということでカヤトーストをですね、アイスコーヒー頼もうと思います。古民家を改造した店なんですけどね、中いっぱいで入れなかったので外になっちゃいました。はい、カヤトーストです。アイスコーヒー、ホワイトコーヒー、こぼれちゃった。うわ、しまった。これが一丁二丁です。いただきます。あー、コンデンスミルクとか入ってんで甘いっす。うまい。この今日はもう熱中症になるぐらい暑いですからね。さあ、カヤトーストですが、どうでしょう。うん、外カリカリのトーストです。これも甘いですね。おやつにちょうどいいですね。はい、美味しくいただいてます。ホワイトコーヒーとカヤトーストを食べた後に、ちょっとお腹いっぱいですね、なりすぎちゃったので散歩してます。でショッピングセンターがね、あそこに見えるんで、見えるかな、ここです。ちょっと20分ぐらいですけどね、歩いていきたいと思いますね。いやー、マレーシアは食事が美味しいです。日本人のですね、定年退職した方が十何年間ね、一番に
選ぶ理由がですね、わかりますよね。でもあとアルコールがね、高いのと、まあエロの方はですね、まあ別動画でね、あげますけども、まあ酒飲まないエロなしだったらやっぱり住みやすいんじゃないですかね。人がでも多いですけどね、美味しいですよね、食事がね。はい、誰も歩いてないですよ。全くこの辺は人は歩いてないです。はい、私だけ。あれ、昼間歩かないのかな、ね。はい、私だけ歩いております。ということで、多分あれがショッピングセンターじゃないかなと思うんでね。行ってみたいと思います。途中ってますよ。途中帰るの。錆びれてますけどね、この辺はね。さっきのね、コーヒー屋さんも混んでましたね。なんか流行ってる店と流行ってない店、完全に分かれてます。流行ってる店はとにかくお客さんいっぱいです。流行ってない店は全然お客さんいない。隣とかね、近いんですけどね。全然違います。はい、というわけで、引き続き頑張って。暑いですけどね、行きたいと思います。いや、タイ外にやってきました。楽しいですね。面白いですね。偽物いっぱい売ってますね。足が靴でしちゃったんで、靴欲しいな。かっこいいな、靴。ナイキだ、ナイキ。いいなぁ。エアーだ。ちょっと見た感じ、シャチですけど。ねえ、いいですね。55ですよ。2000円しません。はい。あ、アデラスカントリー売ってる。アデラスカントリー売ってますよ。偽物かな。中にもアデラスって書いてある。裏にも。すごいな。鬼塚タイガーじゃないのこれ。鬼塚タイガー。水塚タイガーだ、いいなぁ。楽しいですね。はい、こんな感じでずっと続いてます。リポーの夜市でございます。60とかですかね。2000円しないですよね、はい。ビデオ撮ってると怒られちゃうかもしれないんで、はい。マイケンジョーダン君も、はい、ということでね、楽しいんじゃないでしょうか。ちょっとお腹もね、小腹も減ってきて、酒がね、ベトナムのように安くて気軽に飲めないんであれですけど、まあ、こんな感じでずっとね、屋台が続いてます。まあ、食べ物だったらまたね、なんか買ってみたいと思います。お腹空いてきた。エロ探したらですね、10時間かかるでしょう。10時過ぎたらほとんどお店が、閉まっているので、ね、現在9時19分でございます。ほとんどお店閉まって、飲める店もね、ないんですよ。飲める店ないんで、やっと見つけた店入りました。それでは乾杯。一方からです。バフー、うまい。今日も今夜もタイガービアいただいてます。マレーシアでもビール高いですね。これで1本600円ぐらいですかね。ちょっとね、もう眠くなっちゃったんで氷もらいましたね。まあ、タイとかね、ベトナム行くと氷があるんで、こっちタイ釣れないんでね、もらいましたけど。ということで、揚げ餃子とですね、月光、なんか月光、なんか有名らしいですよね。月光っていうのは月見ですね、混ぜて食べるみたいですけど、月光、まあ意味が載ってるからね、月光っていうんでしょうかね。はい、混ぜたいと思います。
あと何が入ってますか。エビとか入ってますか。エビとか入ってます。はい、よくわかりません。いろいろ入ってる、肉も入ってる。うまい、これめちゃうまい。昼食べ過ぎたんでね、デザートとか大変食べてないですよ。もやしと豆腐、プリン、プリンも食べるんですね。トーストがありました、ね、ホワイトコーヒー、麺はね、もちもちして、めちゃうまい。いや、この麺いいな。いや、うまい。いや、これうまい。うまいよ、これ。これやばいでしょ。めちゃうまい。3個しか頼まない。グリ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 、よくかきましたね。うん、あちゃん、ちょっと取りづらい。うん、うまいよ。それではまた。完食しました。美味しくいただきました。ごちそうさまでした。さあ今もう11時ぐらいですね。それでは最後までご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。マレーシア一方からよろしくお願いします。バイバイキーン、高波長爺でした。 See you next time. Bye. の年月を誇りに、心は自由なる歌い続く。